当一よりの初めての客人、古き友人諸氏、今日はモルドールの脅威について話し合いたい。中津国はまさに滅びようとしており、誰も逃れられない。結束しなければ破滅あるのみだ。前途には種族の違いを問わず悲惨な運命が待っている。指輪をここに、フロド。本当だったのか。サウロンの力の指輪だ。滅びの指輪、授かり物だ。モルドールからの贈り物さ、使わない手はない。ゴンドールの執政である俺の父は、我が種族の血を流して長い間モルドール軍の侵略からあんたらの土地を守ってきた。俺たちに敵の武器をよこせ。それで敵を倒してやる。指輪はお前にも誰にも扱えない。その指輪の主人はサウロン一人、彼にしか従わない。いやしい、さすらい人ごときに何がわかる。ただのさすらい人じゃない。彼はアラゴルン、アラソルンの息子、お前の主君の家系だ。アラゴルン。ではイシルドアの子孫。ゴンドールの王位を継ぐ者だ。ハボダド・レゴラス。ゴンドールに王はいない。王は必要ない。アラゴルンは正しい。指輪は使えぬ。取るべき道は一つだ。指輪を葬り去る。では早いとこやろうぜ。グローインの子ギムリオ、指輪はいかなる道具を使っても傷つけることすらできぬ。